フラール、はい、今回はですね、残りね、第3形態、猫じゃらみをね、狙って、まぁ、今回はまぁ、30連ね、にゃんこガチャを引いていきたいと思います。で、一応ね、30連のうち、まぁ、最初の10連は、まぁ、単発で引いて、残り20連を、まぁ、普通に、まぁ、10連で、引いていきたいと思います。じゃあ、一応ね、1連、まぁ、1ヶ月、まぁ、最初10連ね、行きたいと思います。じゃあ、行きましょう。レッツゴー。まあとりあえずね、まあ巨人が出ればまあ、もう大丈夫かな。はい、最初はお財布です。あ、これはまだまだあれか、マックスになってないんか。はい、2回目いきましょう。まあとりあえずね、まあ巨人とあとはまあ基本キャラのね、まあ底上げかな。まあそれができればまあ完璧かな。はい、そうですね。はい、3回目いきましょう。まあ、とりあえずね、まあ、30連で、まあ、巨人が本当にね、まあ、出ないと厳しいかなっていう感じはします。おー、最後か。そろそろマックス来ると思うんだけどね。はい、次4回目かな。はい。まあ、出てくると思うんだけどなー。どうなんだろうね。これ出なかったら笑っちゃうわ。はい、研究力。あれ、これもあれなんか、まだなんか。はい、次、5連目かな。行きましょう。いやー、どうなんだろうな。お、来た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 。よっしゃった、巨人猫来ました。これで、やっと終わりだ。基本キャラクターの、第3進化は全て、完了ですね、これで。はい、やったね、終わった終わった。もう何回回したんだろう俺。じゃあもう普通に回していくか。またもうね、適当に回すだけだからいいかな。いやー、やっと終わったよ。今まで何回回したんだろうね。まあ多分200連とかいったかな。どうなんだろう。いやー、大変だったね。もうあとはもう普通に回していこう。いやー、もういいや、もう十分だマジで。いやー、嬉しいわ。はい、まあ、10回回したらもう普通に10連で終わりにすればいいかな。いやー、嬉しい、マジで嬉しい。まああとはそうだね、まああと基本キャラクターのプラス値を上げていけばいいかな。うん、お、やったね、タンク。まああとはもうとりあえずね、どうなんだろう。まあ一応基本キャラクター全てマックスすることができたから、うーん、まああとは本当ににゃんこガチャの動画は多分もう出さないかな。どうかな。まあとりあえず、10連いきましょう。そうだね、多分ね。まああとは本当に一気に回すときぐらいかな。うん、まあそんな感じかな。もうね、第3形態も全部終わっちゃったから、まあそうだね、もう乗せることはないかなっていう感じはします。まああとはもうほんとそうだよね。まあほんとに多分ね、30連で、まあこの辺もね、まあこれは小屋しか、まあ大体全てマックスになるから、まあほんとに出さないから、多分これで終わりかもしんないな。うん、まあほんとに、あとはあれかな、まあにゃんこガチャの、あれ、またたび、かな、またたびとか、あと猫ビタンとか、あの辺のガチャの時に、回そうかな。まあ回そうかっていうか、まあ動画に撮ろうかなっていう感じはします。まあその他は、まあ多分出さないから、まあ普通の、30連目いきます。はい。まあそうですね。まあ普段は、まあ普通にね、適当に回そうかな。うん。まあ貯めるかどうかはまだわかんないんですけど、まあ一応ね、まあ無事ね、終わったってことで、いやー大変だった。もうね、にゃんこの、あのにゃんこガチャのね、もうあのカバか、あのステージもどれくらい回ったんだろうね。もうとんでもないほど回ってよ。まあ最終的にはもう逆襲の方でね、まあ確率を求めて回ったんですけど、まあそれでもね、本当にまあ一日に獲得できれば枚数も本当に限られてるんで、まあ本当に猫缶使ってスタミナ回復させるわけにもいかないから、だからね、もう大変だったね。うん、
いやー、終わった終わった。あとはこの辺だよね、会計力とかあの辺が。おやった、プラス11になる。これでやったね、マジでいい。まあ、あとはそうだね、その丸っこいの。よし、終わった終わった。じゃあとりあえず貯蔵庫行って、そうだね、まあこんな感じだね。まあいいや、後でやればいいや。まあそんな感じでね、まあ今回はまあニャンコガチャね、30連回してみたんですけど、まあ無事ね、まあ全てのまあ基本キャラクターを第3形態にすることができました。いやー本当にもうね疲れたよ。もう何百連回したんだろうねっていう感じですね。はい、まあということでね、まあさっきも言ったんですけど、まあ多分ね、もう当分まあニャンコガチャの動画を多分出さないから、まあだからあとはまあその猫ビタンとかマタタビとかね、まあそういったガチャの時に、まあ使おうかなって思います。はい、まあそんな感じかな。うん、であとはまあそうだね、まあこういう系もまあ肥やしに変えて、レアチケがゲットできるので、まあそしたらまあレアチケに変えて、まあガチャまあ引いていきたいかな。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、バイバイ。